約28年間続いた京徳の乱、足利重氏と上杉氏による争いは関東全体に拡大し、幕府と重氏の戦いに発展していきます。戦国時代の幕開けともされる京徳の乱、その戦乱はどのような経過をたどっていったのでしょう。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は京徳の乱の長期化についてお話ししていきます。鎌倉公方足利重氏と関東管領上杉氏の間で起こった京徳の乱は、始まった当初重氏優勢で展開し、これに対応して幕府は上杉氏に加勢しました。こうして義政は積極的に軍事介入を行っていきますが、それらの政策はあまりうまく機能しなかったというところまでを前回の動画でお話ししました。その後京徳の乱は長期化していくのですが、今回の動画ではその長期化した部分で何が起こったのかを見ていきます。それでは早速お話を進めていきましょう。京徳の乱の長期化により、人々の中には戦いに疲れた人も出てきました。その中には前回の動画で鎌倉を占領した今川氏の姿もあったらしく、今川範忠は鎌倉を後にして駿河へと帰ってしまいます。この頃堀越公方足利政友にも動きがあり、やっと鎌倉に向かうような素振りを見せました。政友は京都に使者を送って義政に鎌倉に入りたいという意向を伝えるのです。しかし義政は軽率な行動は慎めと言ってこれを拒否。結局政友は堀越にとどまりました。この足利政友がいる堀越ですが、ここで働いている人々はもともとは京都から来た人たちです。つまり彼らは関西の武士たちで構成されており、関東出身の武士たちで構成されている上杉氏勢力とは構成員の性質が違いました。そんな状況で堀越公方の補佐役渋川義兼が積極的に関東の政治に介入し始めます。何をしたかというと、本来この辺りは扇ヶ谷津上杉氏の土地なのですが、後から入ってきた堀越公方府の人々、具体的に言うと渋川義兼がこれらの土地を恩賞として分け与え始めたようです。この行為は権限としては認められてはいたようですが、実際にその場にいた上杉方としては認められているからといって納得するわけがありません。関西の奴らに関東のことの何がわかると不満に思い始めるのです。こうして関東出身の上杉方と関西出身の堀越公方は次第に対立するようになっていき、この対立に困った足利義政は上杉方を支持すると表明し、分け与えた土地を元の状態に戻させました。要するに義政は政友に見切りをつけたのです。こうして堀越公方の権威は失墜、渋川義兼も失脚し、家臣を連れて京都へと帰っています。堀越公方は結局何のために関東に送られたのかがわからないという組織になりました。なおこの頃扇ヶ谷津上杉氏の家裁が太田道真から息子の太田道寛へと交代しています。太田道寛については後から話しますのでお待ちください。そんな長引く戦乱の中、上杉方の中心人物が相次いで死去します。まず最初にこの世を去ったのは長尾景仲でした。景仲は死ぬ前に家裁を息子の景信に譲っていましたので、山内上杉氏の家裁は景信に交代ですが、乱が始まった当初から活動し続けていた長尾景仲の死は上杉氏にとって大きなショックだったでしょう。次にこの世を去ったのは上杉房明です。これには困ったことがあり、房明には後継ぎとなる男の子がいませんでした。このままでは山内上杉氏が断絶してしまう。そう考えた家裁の長尾景信は、越後上杉氏の上杉房貞から息子を養子にもらおうと考えます。しかし房貞はこれに乗り気ではなく、何度も断ったのですが、足利義政や細川勝元まで出てきて房貞を説得するに至り、仕方なく息子を養子に出しています。こうして山内上杉氏の後継者になったのが当時13歳の上杉明貞です。そしてもう一人、上杉持友もこの世を去っています。後を継いだのは上杉正実という人物だったのですが、この上杉正実は当時16歳、つまり上杉氏は扇ヶ谷津山内ともに若年の当主となりました。いつの時代も同じですが、当主が若年で政治ができないとなると、次に起こることは当主の政治を補佐する人が力を増していくということです。こうして火災の影響力がさらに強くなっていきます。
そんな時、遠く離れた京都では都が燃える大乱が起こります。応仁の乱です。京都で起こったこの大乱により、もはや幕府は関東に構っていられなくなり、義政の介入も減少します。こうして日本の東西で大乱が勃発し、世の中は混乱していくのです。以上見てきたように、堀越公方の権威失墜、上杉方の世代交代、応仁の乱の発生などが起こり、京都の乱は長期化していきました。その後も関東では戦闘が続いていきますが、徐々に上杉方が優勢となっていき、重氏に味方する城を落としていきました。この頃、公方方から上杉方への寝返りが増えたことも影響しているかもしれません。こうして前線は徐々に東へと移動、ついには上杉方の軍勢が古賀城を包囲するに至り、重氏はこのままではまずいと判断、一度下総の国へと逃れます。しかし重氏はすぐに古賀城を奪還し、重氏の逆襲が始まります。大軍で前線を西へと押し上げて、重氏は上杉方の本陣である伊賀子の陣に迫りました。こうして両者睨み合っている時に、またも上杉方に不幸が訪れます。山の内上杉氏の家裁長尾景信が死亡したのです。山の内上杉氏の当主上杉秋定は、先ほどお話しした通り若年、家裁の長尾景信が実権を握っているという状況だったので、景信の死は上杉氏を動揺させます。こうなると長尾景信の後継者を決める必要が出てきます。順当にいけば景信の嫡男である景春が後継者となるところですが、山の内上杉氏内部の相談により、景信の弟である忠景が後継者となりました。これまで動画を見てきた方なら予想がつくと思いますが、こんな状況はどう考えても争いまっしぐらです。次は自分の番だと思っていた景春は、火災になれなかったことで不満を持ち、上杉氏への反乱を企て始めます。そんな上杉方の混乱を知ってか知らずか、このタイミングで伊賀子の陣を重氏軍が襲撃。この戦いで扇ヶ谷上杉氏当主上杉正真は戦死します。当時正真は22歳、後継ぎとなる子供はいませんでした。ということで叔父の貞政が後を継ぎます。度重なる不幸により上杉方は大混乱。特に見逃せないのが、依然として不満を持ち続けている長尾景春です。長尾景春はこの後反乱を起こすのですが、その話をする前に太田道灌を紹介します。太田道灌というと、扇ヶ谷上杉氏の家裁を務めた人物です。彼は城を作らせてもすごい、勉強させれば優秀、戦わせても強いという文武両道で万能型な人物です。よく欠点がないとまで言われる太田道灌ですが、後のことを考えると、欠点がないことが欠点だったとも言えるかもしれません。ちなみに長尾景春から見た太田道灌の関係は義理の叔父です。当時道灌は江戸城にいましたので、ここから伊賀子の陣へと向かおうとします。すると長尾景春から来ないでいいと言われました。太田道灌は長尾景春から止められたものの、構わず伊賀子の陣へと向かっていました。すると長尾景春自身が現れて、上杉氏に反旗を翻そうと思っている、今道灌が伊賀子の陣に行くと計画が変わってしまうから行かないでくれというのです。太田道灌と長尾景春はどちらも上杉氏の家裁だったので、以前から仲が良かったと言われており、景春としては道灌が味方になってくれるかもという期待を持っていたのかもしれません。しかし景春から謀反の計画を聞いた太田道灌は、それを無視して伊賀子の陣へ行き、景春の計画をばらします。しかしこれを聞いた上杉氏の人々は道灌の言うことを聞かず、道灌は何とかして景春と和睦させようと両者の間を仲介しますが、和睦はうまくいきませんでした。その後太田道灌は江戸城に帰還、駿河へと出発します。こうなると長尾景春としては、和睦の仲介をしてくれていた太田道灌がいなくなってしまい、話し合いでの解決が不可能となってしまいました。こうして長尾景春は伊賀子の陣を出発して八幡城へと移動、ついに長尾景春が挙兵して長尾景春の乱が始まるのでした。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画では上杉氏と堀越公方の対立により堀越公方が没落、上杉氏では世代交代が起こり、不満を持った長尾景春が反乱を起こします。ということで次の動画では長尾景春の乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。